ウエスタン・サハラの衛星画像。ザ・マップ・ライブラリー提供のラスターイメージ。西サハラの地勢西サハラは、アフリカ北部の領域であり、北、大西洋とモロッコ全域、アルジェリア、モーリタニアと境界を接する。地理座標系、北緯24度30分整形13度00分、北緯24.500度整形13.000度、 24.500-13.000総面積2 6 6 0 6 0トル半島が国南西部にラグエラ市と共に存在し、ラスネアディブ、カプブランク、カーボブランコと呼ばれる。東側はモーリタニアである。主張されている水域、主権問題の決議に依存する地勢は大方において、南部と北東部では岩か、砂に覆われた。 小さな丘陵が続く広大な地域のある、低く、平坦な砂漠である。高度極地点、林山地を、鉄鉱石、大西洋岸の漁業資源高地、0%高級的な収穫、0%高級的な牧草地、19%森林と、林地、0%その他、81%湿地、な経平方メートル厚く、乾燥し、埃砂を多く含んだ白っこの風は、 冬の間と春にかけて発生し、拡散した春末端の霞は時間の60%に存在し、しばしば厳しく視界が限定される。瞬間の洪水は春の月の間に起きる。暑く乾燥した砂漠気候であり、沖合の冷たい風の流れは濃霧と思い色をもたらす。水が少なく高知が欠如している。ありがとうございます。